はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。はい、セルクロームのボーカル水木と、ギターの陽介と、ベースの庭健と、トイレの辰馬です。です。はい、辰馬くん、ちょっとね、カラカラを食いすぎたらしくてね、やべえ、トイレから出れねえって今ね、LINE が来ました。はい、直前なあれですけど、まあ、あの途中から参加しますってね、LINE 入ってたから、いつか来るはずなんで、来たら皆さん、ちゃんと温かく迎えてやってください。 Yes。 というわけで2月15日始まりました、クロームマンデーね。はい、はい、もう皆さんね、あれご存知ですけども、昨日はバレンタインデーということでね、それも過ぎまして、はい、まあ甘い一日が過ぎて2月15日ですけど、皆さんバレンタインはいかがでしたか？今年もらってね。まあそうなるよね。まあ変わらねえ日常がね。なんか事務所にはね届いてるっぽいよ。あ、そうなの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい。多分そのうちに受け取ってね。うん、糖分をいっぱい取りますんで。そうですね。よろしく。まあ本当にね、これ聞いてる皆さんもね、どんなバレンタインを過ごしたんでしょうかね。なんか最近はあのバレンタインデーってなんて言うんだろう、まあこの話も前回はしたような気もしてるけどね、こうチョコ、やっぱりチョコがね、なんかそのすごく、あの僕からの目線だとやっぱりチョコがだんだんこうなんていうの、クオリティが上がってってさ、ね、すごいなんかちょっと興味もある一日でもあるんですけど、なんか食べたいチョコも見つつ、今年はね、まあ何も食べずに僕も終わりました。はい、まあね、まあ今まで散々食ってきたでしょ、水木さん。人の5倍ぐらい食ってたからさ、まあ、人生、まあね、うん、普通の人が人生でもらう分ぐらいを食ってるから、もう多分いいよ、食わないでこれでしょ。もうね、ライスの分も食べてますね、まあ、はい、そうだよ。僕はね、ちょっと俺のダンス見た。ダンス、あの TikTok のやつ、 TikTok、 見たよ。やっとなんとなく踊れるようになりましたけどさ。でさ、そうそう、ほんでさ、辰馬のポコチャを見てたのよ。はい。そう、ほんでさ、そうしたらさ、見てるファンの人がさ、そういえば辰馬くん、陽介くんのダンス見ましたって言ったら、辰馬が酒飲んどったか知らんけどさ、急に、は見るわけねえじゃん、興味ねえしとか言ってさ、めっちゃ切れ始めてさ。悲しい。ちょ、悲しすぎた。そう。ね。ね、ちょっと辰馬くんね、もうせっかくこう1年間さ練習してね、その努力も知らずに辰馬もうね、1年も経ったの。てか、いや、てかね、そう、俺よく考えたらリリース半年前だったから。だよね。そう、1年も経ってねえと思って、うん、だからそう、この半年ね、もう週に 1,2 回思い出した時に練習しとって。さあ、マジでね。でもやっぱさ、踊れたと思うけどさ、ちょっと他の人も見てみようと思って見るとさ、うん、うわ、全然違えってなるんだよね。キレはね、そうそうそう、キレがないんですよね。まあ、でもやっぱね、俺はこうなんか始めた瞬間が楽しいんだよね。なんかさ、はい、ある程度ギターとかさ、マニュアケンベースとか水木さんとかってるとさ、こうある程度こう自分がもうどこのレベルまでいったらさ、こう声なかなか声なかったか分かっちゃうじゃん。ああ、そうだね。でも初心者のうちってさ、もう無限の可能性を秘めてるわけじゃん。まあだから、うん、自分は意外と才能があるのかもという可能性もある。そうそういうなんか、うんうん、放送しながらさ練習してるのが楽しいよね。なんか徐々にこう練習して上手になっていく姿をさ、やっぱり自分が経験するとなんかやっぱ楽しいよね。うん、そう何でもわかるわ、それは。そう、ダンスってやっぱダイエットになるじゃない、そこも。ね、そうそうそう、今魅力的だなと思うけど、めっちゃ汗かく。にわけん、にわけんも踊ってほしいな。ぴったりなんだけど、多分キレがなさすぎてめっちゃ無様になると思うよ。逆にそれはそれでウケるかもしれない、ね、キレのある動きなんて最近してないもんな。のそのそ、人生で。そう、いや、もう虫が出た時だけじゃない。そう、キレのある。あ、なるほどね。まあ僕も見たんでね、交互期待って感じですね。次はなんか交互期待って。次のダンス、うん、いや、そうそう、まだ何もあれだから、ちょっと課題曲出しといて。最近何があるか。最近の踊りダンスなんだろうね。ダンスか。でもジャニーズとかやりやすいんじゃない。
わかんないけど、あんな K-POP とかよりはさ。確かに。いやもう K-POP むずい。てかなんかその基礎的なものができてないとできない。だからもう俺マジで教えてくれる人もらんからさ、そうそう。いきなりダイナマイトってめちゃめちゃ多分ハードル高いよね。いや、大変だ。だってこの足どうなってんの、うん、みたいな。なんかそういうさ、基礎があって、まあ、基礎的な動きがあって、それの発展系なわけじゃんね。まあ、それはそうだね。だからそれ俺、発展系のさ、こう右足がこっち向いてるときは左足がこっち向いて、みたいな。その時手はここで、みたいな感じでさ、もう一個一個さ、ひたすら動画見とったから。そういうのが多分、まあ、そう基礎ができてる人は、ああ、これこの動きの助走線上ねみたいな感じでできるんだろうけどね。その気持ちがでもね、うん、大切なんだよね。踊りたいというこの曲を。その通りです。楽器を始めた時も、この曲を弾いてみたいっていう、あれで、ね、そうやったから、まあ。それっすよ。なるほどね。じゃ逆に、このままダイナマイトを踊り続けて、どんだけキレが出てくるかっていうのもいい。それも、あれやればいいじゃん。ん1日 YouTube でさ、なんかあるじゃん、365日毎日練習し、ピアノ練習したらどこまで弾けるかみたいな。でもさ、俺いつも2階で練習すんのよ。2階にでかい鏡があるから。でその真下が、うちのお母さんがさ、テレビ見てるさ、部屋だからさ、どんどんうるさいよっていつもさどんどんうるさいよっていつも言われるからさ、平和だな。ほこりとか落ちてくんの。そんなボロくねえよ。そう、まあだからそれもいいかもしれないね。うん、確かに毎日3代目とかね。ああ、いいですね。洋介くんっぽくないの3代目は。ひげ生やそう。ちょっと男らしいダンスも、うん、確かに。キンプリとかいいんじゃない。はあ、来た。あ、すいません、お待たせしました。いや、そんな待ってないです。ゴリゴリぶちかましてましたわ。カラカラウを食べすぎた。そうだね、ちょっとお昼にカラカラウを食べたらですね、見事に腹痛かったね。そう、続けてください。バーバーを出してきたんですね。はい。バーバー言うな、バーバー。なんだっけ、ダイナマイト、ダイナマイトしてきた。ダイナマイトしてきた。妻がダイナマイトしてきた。そう、タッツ。やめてけ、やめてけ。それぞれ踊ってきたね、初代の前に。はい、そうなんですよ。ちょっと、はい、踊ってきました。バチバチバチにかましていきましょう。はい。だから、そう、まあ、とりあえず、そう、ポコちゃん見てたら、タツマが、はぁ、ダンス、何も見てねえ、興味ねえんだよ、とか言って、急に切れ始めたっていう。そんな言い方されなの。いや、ほんとそうだった。めちゃめちゃきつい。アーカイブ残ってるから見て。で、そんな、絶対言ってない、そんなこと。めちゃめちゃきつい言い方。そんなきつい言い方するわけない。言ってる、マジで。どうせしようって、ダイナマイトさ、踊ってんでしょ、興味ねえんだよ、とか言って。マジで覚えてないんだけど。たぶん、あんた結構寄ってたもん。それさ、うん、家でやってたやつ、それ。そう、30分ぐらいだけやってた。はいはい、一瞬やったやつか。そう、なんかめっちゃ寄っとんなと思ったけど。はいはいはい、確かに。怖いね、それは。5つ見たんでしょ。あ、見てよ。俺見ろ。見た、それちゃんとね。うん、いやでも確かになんか、昔よりか、切れは良くなったよね。そう、いや、一番最初で分かったからね。おかまつ一番最初から見てるから。半年間同じ曲をずっとやり続けたんだよ、だって。いや、すごくないそれ、もう。でも、週1で、もう、だんだん。週1に。こんなぐらいならできる。まあまあ、さすがだな。研究心が。そう。うん、ナイストライだね。ハマりやすいからね、一つのことにね。うん、まあ次のね、曲にぜひチャレンジしてほしいですね。オッケー。タツマの目の前で踊ったろ。多分それやるとタツマまたガチ切れするかもしれない。いや、マジで興味ねえからさ、とか言っていそうだから。で、僕、で、後々から上がった TikTok 見るから、ちゃんと。と言いつつ。結局いいやつだな、そう、TikTok をちゃんと見るから。よろしい。はい、まあそんな感じでね、4人揃えましたからね。はい、お待たせしました。はい、ここからちょっとスタートしていきたいと思います。じゃあ、はい、まずここでね、オープニング聞いていただきましょう。打ち上げ花火。花火上がる夏よ空、聞こえないようにつぶやく、君と過ごす最初の夏が花火みたいに消えないように、夜空合わせ二人張り噛んで喜びと同時
それでは早速最初のコーナーです。 How is this?、はい、本日のトピックはゲームの遊び方が発展しているこの現代で、うん、メンバーの皆さんはスマホゲーム派ですか、もしくはコンソールゲーム派ですか、というトピックでお話を進めていきたいと思います。はい、コンソールっていうのはあれ、なんか64とかそういう感じのやつ。64って64でもちょっと世代があれですけど、まあ、そういう、そうだね、まあ家庭、うん、こう家庭なんていうの、ゲーム機みたいな家庭の、はい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 、ああいうちょっとこう形になってるね、はいはいはい、プレイステーションとか PS2 とかね、その辺ね、そうそう PS2 もまあまあ古いですけども、そうなんですよね、うん、まあじゃあズバリみんなはどっちですかね、最初のなんか意見とか。みんな完全にコンソール派ですね。まあ僕もそうだな。ゲームやらなさすぎてわかんねえ。まあそうだね、ゲームをそもそもやることがあんまりないけど、でも逆に僕最近その昔はい、ゲームボーイカラーとかで出てた昔やってたゲームが、うん、そのスマホ版に移植されるのよ。あードラクエとか、ね、そうドラクエとか、はい、そういうのをアプリでやったりはするね。ああ、なるほどね。あれはちょっとあの頃をちょっと思い出しながらね。そう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 。確かに確かに、それはわかるな。うん。まあ僕も結構割とコンソールゲーム派なんですけど、はいはい、まあやっぱりどっちにもやっぱりその魅力があるよね。うん。スマホゲームにもいいとこもあるし、コンソールにしかないなんかクオリティがあったりとかですごくね。本当にね、僕ゲーム好きだから、まあみんなゲーム好きだと思うけど、なんか結構ゲーム好きとしてもね悩むけど、やっぱりどっちか選ぶとしたらコンソールになっちゃうね、うん、結局は。にわけん的にはやっぱりそのコンソールにする理由はあるの？いや、あ、まあスマホもそのやってたけど一時期はすごい、うんうん、まあやってたつもあれだよ、つむつむとかああいう、あーなんか、ライン、うん、系のなんかその手軽にできるやつ、ポケモン GO とか逆にあんまやってないんだけど、はい、まあでもやっぱなんだろうな、まあ別にスマホゲームでもみんなとできるんだけど、まあなんかそのみんなでオンラインでできるっていうのはまあやっぱ一番魅力じゃないですか、うんうん、そうですね、まあオンラインで結構もうね当たり前のようにできるようになってきて、ーゲームがねすごく、うん、でもなんかそのコンソールでもさ、例えばニワケンってエーペックスやるじゃん。まあそんなやんないけど、ね。エーペックスじゃないか。あのなんだっけ。デッドバイデイライトとかさ、ああいう系とかもやるし、でもそれってなんか携帯のゲームでもなんかあるじゃん。例えば、まあちょっと、まあ、ちょっとテイスト違うけど、その荒野行動とか、うん、ああいうね、コンソールからスマホアプリに移行した。うん、でもあれでもやっぱりさ、中身は一緒だけど、なんか気分がちょっと違ったり。まあスマホだとちょっとなんだろうな、なんかね、なんかやっぱ簡単なゲームが多いじゃん、その手軽にできるのを多分売りにしてるから、はいはいはい、なんかまあどっちも一緒なんだけど、なんかすごい時間を、いやもうこれやってる人にめっちゃ失礼なんだけど、別に俺の意見ね、なんか、はいはい、なんか時間無駄にしたなってちょっと思っちゃうね。あとスマホアプリがってこと？スマホアプリで、うん、まあ例えばつむつむとかさ、ああいうのずっとやってたらなんか、うん、まあ暇つぶしゲームみたいなもんだもんね。そうそうそう。でもまあついついずっとやっちゃうからさ、うん、その外にいる時とか、はいはいはい。まあいざ据え置き機だとまあ家でしかやんないし、もちろん。なるほどね。そう。ああ。そうだね。DVD はスイッチもあるけど、またスマホ版も。あるってかも出てんのか、そうあるよ、ね、そっかそっか。あ、陽介はどっちだったっけ？俺はね迷っていますね、まあ、そもそもゲームやらんしょ、あんまやんない。でも俺小学校の時とか腐るほどゲームやってたもんな、マジで。もう1日1時間だったんだけどさ、うん、親が買い物行った瞬間にガッて出してさ、何やっとったの？ピクミンとか？違う、もう小学校の時はねクラッシュバンディクだよ。クラッシュバンディクプレイステーション1だからね。うわークラッシュバンディクめっちゃ面白かった。まあやってたで、小学校の途中で2が出て、なんだっけ、プレイステーション2が出て、はいはい、鬼武者とかやってたな。鬼武者懐かしい懐かしい鬼武者バカ懐かしいね。鬼武者ってクソ懐かしいな。
鬼武者。そう。いや懐かしいけど。でもさ、まあでなんか中高ぐらいでさ、こう携帯のなんかゲーム、オンラインでできるゲームが、うん、初めてさ、でも当時さ、うん、こんなね、なんつうの、あの 3D でさ、 3D っつうの、なんつうの、奥行きがあるさ感じでさ、うん、今みたいに発展すると思ってなかった携帯のゲームが、もう全部ああいうさ、こう平面のさ 2D の感じで、わかる？なんかドットの感じで、わかるわかるわかる、うん、しかできんと思ってたからさ、うん、逆になんか最近そういうめちゃくちゃ発展した携帯ゲーム俺やってないからさ、荒野行動とか、ああ、そう。だからまあもしかしたらやり始めたらハマっちゃうかもしれないけど、もともとね、まあ、さっきのダンスもそうだけど、ハマるともうめっちゃやるタイプだから。じゃあもしクラッシュバンディクがスマホアプリで出てたらやる。うわ、それはやってしまうな。あ、だって俺小学校の時クラッシュバンディク好きすぎてさ、なんか変な踊りがあるのよ。クラッシュバンディク知ってる？あのゴールした時のやつ。あ、そう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 。あれのなんかねフルバージョンあるのよ。隠しムービーみたいなので。あれも覚えたもん、小学校の時。もうそんなぐらい好きやったもん。今も踊るかもしんねえ。今度 TikTok それやろうかな。いや、もうええよ。もうええよ。なんかね、その話にひもづくと、俺のね、友達がね、クラッシュバンディクの当時その下敷きがあったの、うんで。下敷きの裏に踊りのなんか練習みたいな、踊りの順番みたいなの書いてあって、それですげえね、なんかうちの学校もね、みんな踊ってた。一部だったけど、結構ね、踊ってたね。最後、待って言うんだよ。あ、まっていうのあれ。そう、なんかまあって叫ばんといかなし、それはありましたけど。で、何の話をしとる。あ、ごめんごめんごめん。ダンスクラッシュバンディク。とりあえずそう、全然わからん。まあね、あのクラッシュバンディクが出たら携帯ゲームハミするわ、じゃあ。なるほどね。そう。まあやっぱそういうってことはやっぱりあれだよね、復刻版みたいな感じがすごく刺さるのかもね。まあ、まだそのゲームをやってない人からすると、まあね、うん、やっぱり当時が一番熱かったからな、その盛り上がってたもんね。ね、まあ、前世紀これやったゲームはまあやりたいよね。そう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 。これ今燃やしたんだけどさ、ちょっと前だけどさ、あのポケットモンスター緑が出たじゃん。うん、3DS かなんかで、ライトか DS ライトだったっけ。で、タツマさ、うん、買ったじゃんね。買った。でもうあれさ、衝動買いでさ、タツマがなんか、いやこれマジで欲しいって言って、うん、いやこれ絶対僕買うわって言って、うん、もう絶対これハマってもうめっちゃやるわって言って3日後ぐらいにもうやめてたもん。あ、そうだそうだそうだ。だね、昔のゲームってやっぱ出落ちで終わるんだよ。いやそう、結局私もアプリなんか移植版買ったけど、やっぱ1日で終わるもんね。やっぱ知っちゃってるからね、そのそう全てを。何かあれだよね、プラスアルファがないと続けにくいよね。うん、うん、そう。でもあのね、いや確かにあれ、確かリーフグリーンだよね、それ多分。あ、リーフグリーン、そうだね、懐かしいな。リーフグリーンとかで、でその、2DS っていう、なんか 3DS じゃないんだけど、あったな。そう、あ、 2DS、 その 2DS に確かその初代ポケモンのアプリが、もともとアプリっていうかソフトがもともとインストールされてって感じだったんだけど、そっから僕確かね、あれを買ったのよ、ポケモンの金銀のリメイクの、うんうん、ソウルシルバー。おお、あれがねめちゃくちゃハマったね。そうなんだ。マジであれは面白かったです。それはもう何、ちょっと映像も綺麗になってんの？そう、映像も綺麗だし、でやっぱその出てくるポケモンとかもやっぱちょっと新しくなってるんだけど、基盤は金銀。そう、ちなみにポケモンシリーズで一番何やってた？僕も圧倒的金銀なんだけど。まあ金銀だよ、世代的には。ね、金銀ね。でしょ、一番燃えたよね。これ、ルビーサファイアだったな。まあルビーサファイアもやってた。まあ、でも一番多分うちらの世代だと金銀なのよ。うん、もう金銀やってた人は間違いなくね、ハートゴールドソウルシルバーやった方がいい。めちゃくちゃ面白い。なんか新しい要素も入ってるの？昔。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。やっぱただただ移植版じゃなくてアップデートされてんだよね、いろいろ。あ、アップデートされた上でストーリーはちゃんと金銀を楽しめるから。なるほどね。あれはねめっちゃ面白かったね。ポケモンってあれじゃない、えとぐらいあの年齢の確認できるんだよ。確かに確かに金もう全然できますね、あれは。あ、もうあれはね。でもさ、グリーンとかの次に金銀が出るとき、出たときさ、もうあのキャラクターのデザインとかさ、ポケモンのキャラクターのデザインとか含めてなんか全然なんか雰囲気違うじゃん。あれに俺すごく衝撃受けてめちゃめちゃハマった覚えがあるんだよね。うわ、これなんか新しいっていう感覚がすごかった、あの時。ああ、わかる。
それが、まあ、ルビサファも俺やったんだけど、うん、そこに比べてね、そのあれがなかったよね、こう。なんか、金銀の衝撃がやっぱり。あー、わかる。もう、でも、金銀がハマりすぎた結果、僕もルビサファの期待値が上がりすぎて、もう、毎月出るコロコロコミックの、あの、カラーページにさ、ちょっとポケモンのルビサファが発売される前の、はいはいはい、開発時の、なんか、前情報みたいな。あー、リーク情報みたいなね。そうあれやばいよね。陸上情報燃えるよね。今回の御三家みたいな影だけ出てきて、うおーみたいな。あった。そこでもう、うわー何しよっかなとかでめちゃめちゃ選んどったな。大事だ。めちゃめちゃ興奮しとったもん。そうなるよね。やばいね。逆にそれ以降あんま俺詳しくないの。なんか XY だとか、ね。全然わかんない。もうわかんないよね。ルビスコマでだね。出たのは本当に。そうっすね。うわぁ、懐かしいな、ポケモンの話になっちゃった。まあでもポケモンってなんかやっぱコンソールでやるからこそのなんかっていうか、まあ、コンソールでやるからこそっていうか、なんかあのまあその大きいなんていうの、今だったらスイッチとかでもできるのかな、あるんかな、うん、ポケットモンスターイーブルとかなんかあったよね。あるある、普通にね、新しいバージョンもスイッチとかでも出てんだけど、ポケモンスナップも新しいの出てる。 あ、 そう、え、あれ神ゲーだったよな。出るんじゃないの、これからじゃない、出るか、まあ、出てないからわかんないけど、なんかね出るらしいよ、うん、ね、スナップは神ゲーだったね、マジで。64のやつでしょ、64の神ゲーの。そう、ビリリ玉にあのリンゴ当てまくって爆発させて遊んでるやつ、ね、懐かしい。なんかあったな、それ。うわー、なんかすごいね。これはやばいわ。今新しいのがソードシールドか。へー。まあでも EV 持ってる人もいるらしいよ。EV があるとか。EV? なんかピカチュウ版と EV 版みたいなのあるもんね。ねえ、なんかあったよね。ピカチュウ版は昔もあったよね、ゲームボーイ時代も。あれな。ピカチュウ後ろついてくるやつ。あったね。可愛かったな。いや、懐かしいな。めちゃくちゃハマったわ。あとモンハンとかな。めっちゃハマったな。モンハン。モンハンみんなやっとった。やってたね。俺、あの、なんだっけ、PSP のやつや、あの、セカンド。一番、あれ、セカンドか。セカンドやっとったな。俺は最初やと思っとったけどな。あ、違ったっけ。あれ、PSP から始まったよね、確か。モンスターハンター。いや、もともとはね、PS2 かな。うん、そうそうそう。そうなんだ。へぇ。僕ね、もともと PS2 の、なんか、モンスターハンタードスっていうのをやってて。ドス、ね、全然おもんないやつやん、それ。そう。全然おもんないやつ。しかも、ヤンクックが強すぎるんだよ。ヤンクック、懐かしい。倒したに45分かかるぐらい、もう難易度めちゃめちゃ高い。まあ、なんか、確か操作性がすごい悪くて。そう。そう、難しかったの。当時。でも、PSP に変わってからだいぶやりやすくなって、そこからハマったな。マジで、モンハンはずっとやってた。本当に。うん、あ、ニガケンどうせあれでしょ、ハンマーでしょ、使う武器。いや、なんでつ、なんか、ガンテツみたいなイメージ。いや、わからんけど。なんでガンテツってあって知らんけど。ポケモンのあれじゃないのか。いや、ガンテツあれよ。あの、ポケモンボール作る職人でしょ。モンスターボール、モンスターボール。なん全然わからんけど。どんぐり、どんぐり渡したら。そう、身を渡すと、それに、対応したやつ作ってくれる。そう。なんか俺、昔だってガンテツって言われたもん。なんかともあれ。え、ニガケンで実際何の使ってた武器。いや、まあ、ハンマー多かったね。いや、やっぱそうや。ハンマー使ってる人多いよ、もともと。そうなん。俺体験だったな、で。で、体験かハンマー、みんな。僕ちょっと言い切ってたから弓使ってました。あ、おお弓もそうだね、遠くからピュッて。そうだ、弓楽しいんだよね、マジで。双剣使っとったけどさ、弱すぎてさ、結局ハンマーになったな。ああ、まあ、ハンマーでもあれだよね、ピオラセルの楽しいよね。うん、そうあれが気持ちいいんだよね。なるほどね、っていう。すっごいなんかもう進化してるからね。ね、いろいろ武器もね増えてるしな、うん、本当わかんない、ちょっとやばいな、これ完全にもう誰もリスナーついてこない話になった。でもなんかだんだんこうモンハンが結構割とそのやっぱ自分でさ、好きな武器を作って自分でそのねカスタマイズしてっていうなんかさ、うん、これそんなイメージがあるんだけど、それがやっぱりだんだんいろんなゲームにも反映されてきてさ、あ、すごいいろんなゲームのなんかね、あの楽しみ方の幅が広がったなって俺は個人的に思ってるんだよね。だからモンハンすげえなってちょっと思うよね、うん、確かに、うん、まあ、最近はあとはあれだね、まあ、課金制度がやっぱ発達してきた、どのゲームも、うん、最近って言っても確かに
ですね、うん、無料でダウンロードして課金でやったりね。あ、もうそのゲームもずっと、うん、てか落とし切りが僕たちの世代だと当たり前だったけどさ、今ってさ、その落とし切りのゲームでさえさ、うん、その課金してなんかやったりとか結構するじゃんね、うん、もうこの前さちょっとビビったんだけど、うん、あの友達ん家でこの前スマブラやってて、うん、スイッチのね、あ、うん、はいはい、そうだね。でスイッチで、まあ、どんどんでキャラ出してたのよ、頑張って、はい、みんなで、あ、なんか買ったばっかりだったからキャラ出そうみたいな、はい、で全部出し尽くしたんだけど、まだ出してないキャラあるってなって、うん、そしたらその課金でなんか600円とか払って新キャラ出すみたいなのが8体ぐらい、あ、そうそうそう、ちょっとびっくりしたもん、なんか悲しいな、それ、これでさえも課金するんだと思って。子供たちはどうすんだろうね、それね、もう親に懇願するしかないよね、もう新キャラ使いたいからさって。どうすんだろう、テストで100点取ったら買ってあげるみたいなパターンかもしれない。そうそう、でなんかいろんなキャラが全員800円、あ、なんか600円とかだったんだけど、あのマリオのパックンだけ500円だったんだよね。いや、そう、かわいそうだな、ちょっと安かった。あいつは人気ねえからいいよ、ね、あいつあんま人気ねえんだと誰も使わんな。今あれだよね、そのスマブラだとセフィロスが一番新しいでしょ。だからセフィロス、あの、わかる、セフィロス、わかる、セフィロスってあの FF のね、セブンのボスが、そう、あれが今新しく出てて、なんかね、そう、シリーズダウンロードシリーズで何バージョンかやっぱスマブラにもあって、俺がやってるゲームでも、うん、俺今そのゼルダとか途中でやってるんだけど、あれもなんかダウンロードコンテンツしかないもので、うん、その楽しめますよっていうのやっぱあるし、あ、うん、なるほどね、落とし切りで買ってプラスなんか2000円とか結構、うん、当たり前なんだな今の時代って思っちゃったよね。いやー、そうだよね、だいぶなんか変わったよな。そうそうそう、落とし切りの時代じゃなくなってんだよな。でもね、買っちゃうんだよね結局、うん、まあまあ確かにね、好きだったらやっぱ買っちゃうと思う。俺は買っちゃいたくなっちゃうから、うん、買っちゃうけど、まあね、それだけね、まあすごくゲーム産業が発達してるなと思いますけど、あ、僕のあつ森どうなったのって、あつ森はちょっとね、ちょっと今のところは滞ってますね。飽きた、あー、飽きたというよりか違う、まあそうかもしれんね。いや、ていうか、なんか違うゲームにハマっちゃうこと、なんか次のゲーム買ったらなんかそっちが面白いってなってる。だいぶ落ち着いたんじゃないですか、あつ森ブームも。どうか、まあ確かにね。そうだね。あんまり聞かんくなったもんね、あつ森という言葉を。うん、まあでもさすがにそうか、だってもう1年ぐらい前でしょ、あれ。だって。まあまあまあ、まあ。まあ、もう1年弱、ね。まあね。1年そんなだけどね、普通ゲーム。まあ、でもやってる子は やってるだよ、全然。ああ、まあ、そっか、SNS にいちいち書かんくなったのかな、多分。そう、まあ。ね、すごいよ、あのね、アップデートが結構すごくて、うん、知らない人の島に行けちゃったりするよね。だからその結構なんかいろいろアップで、海で泳げるようになったり、え、あとなんか、そう、泳げたりするし、あとね、もう結構いろいろ、俺最近ちょっとやってないか分かんないけど、まあそのハロウィンの時もそうだし、お正月の時もカウントダウンもなんかね、あのカウントダウン企画か分かんないけど、そういうのやってたし、もう何かしらやってるんだよね。今どんどんアップデートされていくのがいいね、やっぱゲーム。その、そう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 。昔はもう買ったらさ、そのまま。そうそうそう。なんかイベントとかもなくてさ、確かに。まあ、例えば、デッドバイデイライトも、そのね、ハロウィンとかなると、そのなんか、なんだろう、キャラがハロウィンのコスプレになったり、その、うん、そう、なんかモニュメントがそのステージにあったり、そう、そういうのがあるから、まあ、やっぱ確かにそういうアップデートがあるのは、ね、飽きない一つのあれだよね、要因だよね。うん、確かにね。いやー、すごいね。まあ、だからやっぱり、そういう意味でも俺はコンソールゲームでどんどんダウンロードコンテンツで来るのもやっぱ一つの楽しみではあるから、うん、やっぱりコンソール派だな。まあ今ゲームのサブスクもあるからね。そう、そう、プレステの、うん、プレイステーションプラスってやつで、まあその限られ全部ができるわけじゃないけど、もちろん、うん、そのまあちょっと古いタイトルとか、あー、なるほど、ね、月額でやり放題っていう、あー、あるね、あー、なるほどね。俺今ねスイッチの、なんかスイッチなんだっけな、忘れたけど、なんかね、あの昔のスーパーニンテンド、スーパーファミコンとかファミコンの時代のソフトのタイトルが遊べますよっていう
あのなんかそういうパックを、うんうん、なんか俺誕生日にプレゼントでもらったのね、うん、でそれを、ね、たまにやったりしてる。だから本当になんかスーファミの懐かしいゲームとか、え、めっちゃ熱いやんそれ。いや結構ね本当にたまに全部ピッ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 ってやっちゃうからめちゃめちゃ楽で、うん、あの64のソフトに名前変えとくとかなかったんですか？それもないし、たまに俺ん家に田中とか書いてあるやつが入っとったりする。あいつ忘れてたなとか言って。うん、あったよな。本当にそういうのはね今ないしね。まあ、俺はパッケージ派だってこだわってた俺がもう今じゃね、あ、ダウンロード版がいいなって思っちゃうほど変わっちゃったね。うん、あれなんか、あれコメントがちょっとおかしいよ。え、どういうこと？おかしい、おかしい、音死んでて面白い。なんかあれ音の調子悪いみたい。なんだと？え、どういうこと？止まった？いや大丈夫大丈夫。うん、聞こえてる。あ、聞こえてる。声がちょっと、あ、ネット一瞬切れたって。あ、多分治った。あ、治った。あ、なるほどなるほど。あ、復旧してるらしいですね。あ、大丈夫。はい、まあということでっていう感じですけどね。いやー面白いね。いや、ゲームの進化は本当にえぐいね。え、本当にね。でもね、なんかそう、なんか任天堂とかソニーとかのさ、その歴史とかを、なんか俺ずっと最近なんかあのポッドキャストでそういう、なんかゲームウォーだったかな、なんかそういうヒストリーのラジオがあって、ほうほうほう、それを最近ずっと聞いてたんだけど、うん、もうなんかねめちゃくちゃ面白くて、こう64ってスーファミが出て、でもソニーでプレイステーションが出て、でその後になんか64が出てみたいな、でもその裏側の話とかが全部聞ける。あー、なるほど。もうあれ聞いたらマジでみたいな、結構面白かったからね、ちょっと進めとこうと思って今。うーん、面白そうだな、そういうの。うん、面白かった。はい、まあてな感じで、はい、ゲームはまあどうなんですかね。僕はコンソール派ですけども、まあ、皆さんはどっち派でしょうか。というわけで、はい、じゃあ一旦ここで曲に戻っていきます。聞いてください、ブンブンサマー。Now going back, 君の元へ80 miles Jericho on a roller coaster. 君が残していた flavor shake, 置き去りの包丁。いつまでも感じたい。ラストストーリーを die for. 何度でも弾けたい。We can go anywhere. Let's go hey.はい、ここからはお便りコーナーになります。皆様からいただいたメッセージをここで紹介していきたいと思います。本日のテーマは私の周りの癖がすごすぎる人の面白いエピソード、メッセージいただいてますので紹介していきたいと思います。ラジオネームピーポーさん、セレクロの皆さんこんばんは。こんばんは。初投稿です、ありがとうございます。癖がすごい人のエピソードですが、僕は友達の寝方の癖がすごいです。もう一緒にお泊まり旅行に行った時に、見たんですが、朝にいたずらで友達の布団をパッと、めくってみたら、なんと正座して寝てたんです。嘘つけ。それを共通の友達にも話したら同じことをしてたみたいでした。メンバーの周りにも癖の強い寝方をお持ちの方はいますか。この立つまっすね。寝方っていうかもう寝ずを含め、いやー、ちょっとそもそもこれ嘘でしょ。もちょっと持ってないっすかこれ。でも俺の友達に、うん、いやもう小学校の話だよ、その、うん、だったっけな、あ、まあまあ普通に修学旅行かなんかの時に、うん、寝相悪いやついて、その時はあの土下座の状態で寝てるやつを、あ、いる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 
いや、いるよ。そういう格好で寝てる。そう、多分なんか途中で寝ちゃって、確かね。そう、それがまあ土下座の状態だった。土下座の状態でなんかしてるって何するの？忘れたけど、それめっちゃ覚えてんだよ。あの姿勢でも結構きついよね。きついはずなんだけどね。まあ子供だから、まあ多分。小学校とかだな、確か。それすごい覚えてる。それは面白いね。たまにさ、椅子に座りながら寝れる人とかいるじゃん。いや、寝れるでしょ。いや俺お椅子は寝れるわ。俺ねえ、いや寝たことがないから分かんないんだけど、あんまりそこで寝たいって思ったことがないんだよ。いやそれそうだろ。全員そうよ。だからなんで椅子に座ってたら何かと寝て睡魔戦って負けた人でしょ。まあね、あのさ、あの例えば勉強してて、まあ、その受験とかさ、そういう勉強シーズンでこう、ああやべテスト勉強もあってやばいきつい、ちょっと眠りしようって伏せて寝るならまだわかるんだけど、うん、その椅子にこうもうほんと座ってそのまま寝てる人とか、まあ、すごいなって思っちゃう。ちゃんと何こうピシッとした体勢も寝てるってこと？いやピシッっていうか、まあ、座って首がこう落ちてる感じ。それとかすごいなと思う。しょうがないよね。頑張った結果そうなっちゃう。でもまあそうだよね。まあでもその、うん、仮眠はいいらしいよ、その勉強中とかに。ああでも眠くなったら寝た方がいいってよく言うよね。そうね、それは、まあ、ベッドに入らずにその15分ぐらい伏せるぐらいがいいらしい。うん、あ電車であるね、確かに。すごい体勢。ああ電車は、ね、あれないあの肩もたれかかる戦いね。いや俺全然膝まで来たことあるもん。膝あれ本当どうだったかな。でもあれは名古屋の地下鉄じゃなかったかな。ああ違うわ、あのね JR でね、もう本当何年も前だけど、一回なんか名古屋からこう帰ろうとした時にめちゃめちゃ混んでてさ、うん、でもう終電近かったからもう夜も遅くて、でまあ結構その飲み終わった人たちもいっぱいいたよね。あやだね。その状態で座ったらもう横に完全にちょっとこう酔っ払いの人が、うん、酔っ払いっていうか多分酔って寝てる人がいて、うん、でもだんだん最初肩ぐらいだけどもだんだん膝まで来て、うん、オーマイガーってなったよね。周りの目もきついんだよな。いやそうなんだ、確かに。あの人かわいそうだなって見られてる目もなんかやな、うん、ね、なんかやだよね。それが一番嫌なんだよね。別にさいいんだけどさ、うん、いや見られてる方が嫌だよね。あれしかも動こうにもさ動けんやん、なんかなぜか動けばいいのに、ね、なんか耐えちゃうね。確かにね、立ち上がってこう何もなかったようにどっか行っちゃうとすごい悪いなって思っちゃうさ。肩でバリアさ、まあ、まあ確かにそれはあるな。でも星座はこれはすごいっすね。ちょっと見てみたいけど。芸術だねもはや。芸術だね、確かに。見分けも結構なんかすごくなかった。なんか天井なんか結構今フォルダね、今までの写真フォルダいっぱいある。ある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 。おもろいシリーズ、うん、グリコでしょ、グリコ。グリコグリコで。なんて説明、これ画像見したいんだけど。いやもうグリコとしか言いようがない。いやもう画像出したいんだ。結構いろいろある。下半身が出せんから基本的に。ああ俺の。やけんちょっとはね、薄着すぎるからさ寝る時の格好。パンチ。パンチ。ちょっとねたまに出ちゃってる時。角度的に。しかもさ、もうマジさ、もうお前何回そのパンツ履いたんぐらいなさ。タルタルのパンツ履いとってさ、割とはみ出てんだよね、なんか。やめてくれ。写真撮ったらさ、あだから、ね、最初なんか部屋入ってうわ庭犬寝相やべえとか言って写真撮ったんだけど、後々見返してさズームしたらあれこれなんで寝てる。それ全部写真できた。これね写真これマジで見。こらこら。ね、載せたいとか、ね、何か間違ってこれ SNS で上げちゃったらこれめっちゃおもろいよねみたいな。やばいって。公式だけよこれ。でもね、ほんとすごかった。なんかあの、ね、グリコのポーズして髪の毛がマジでサイヤ人みたいになった時、ほんとにどうやってやったらそんな寝方になって、もう手もなんかさこうなんてなんか広がってたよね、こうなんだろう、鳥の翼の真似するみたいな。そうなんかふわーってこう上に斜めに上がってで膝の肩なんていうの、片足の片膝の方にもう一つの足がこう乗っかってて、ああ
なんか命みたいな、なんか感じで。あ、そうそう、命みたいな。そうそうそう。確かに。あれはね、すごかったな。まあ、慣れん環境で寝ると確かに寝相悪くなるかも。慣れんか、嘘。なんか。逆じゃね？逆なのかな。そうか。まず酒飲んでることが多いからかな、その。誰かといるときは。まあ確かにね。そう、確かに酒飲んでるとき一気に寝相悪くなるかも。まあ確かにね。で、僕なんか多分寝相はそんな悪くないんだよな。なんか、規制は発するけど。確かに寝相。そう、あの。寝言だね。そう、寝言。僕あんまでも体勢はそんなかな、多分。まあ、そうね。俺めちゃくちゃ寝相いいよ。やば、陽介くんマジでめちゃくちゃ寝相いい。たまにだって寝た時と全く同じ格好でさ、起きる時あるからさ、寝返り一回も打ってそれもそれでやばいらしいけどさどっちがいいんだろうね、その自由奔放なのかピシッて寝てるのか、どっちがいいんだろう、健康。あ、どっちだろう。でも寝返り打たないのは結構やばいんじゃない？まあ確かに、なんか安心できてなさそうだね。なんか本当に疲れ取れてんのみたいな、侍みたいな感じで、もう いつ狙われても遅もう大丈夫みたいな。かもしれない。なるほどね。あー、でも確かにな、これはもうね、もうこの 寝方に関してはもう俺らの中ではすごいもう鉄板ネタぐらいめちゃめちゃ面白いエピソードいっぱいあるんですけどね、なかなかこうね。電波に乗せて言えないんだよね。いろいろ写真はいっぱい残ってるから画像見したい。写真とか、そう、写真とかあるから、まあ本当に見てリアクションをみんなの見てみたいけど見せれません。NG。はい。つうわけでね、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次のメッセージいきたいと思います。ラジオネームビールがうまいさん。はい。セルクの皆さんこんばんは。こんばんは。私の姉の友達の癖なんですが、話の輪に入っていないようにもかかわらず、話の輪に入っていないにもかかわらず、遠くにいても必ずうなずいたり独り言で答えたりするのです。メンバーの周りには同じような人いませんか？経験があったりしますか？という、あの、知ったような感じがうまい人か。ああ、うん、俺それ結構やるかもしれない本当。ああ、はい、はい、なんか、あ、あ、なるほどねみたいな。まあ、なんか本当は知らないけど、うん、なんか空気を悪くしんように。ああ、これ俺そういう時はね、あの、みんなの目線がないうちに Google で調べる。あ、そうそうそう、わかる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 。そう、なんか話を遮るとなんかややこしくなるから。そうそうそう、とりあえず。ああ、でもそれ結構なんか会話の中でよくあるよね。あるある。やべえ、分からんけどとりあえずなんか知ったような感じしとくかみたいな。あん時結構ね、でも僕なんか顔に出やすいタイプだから、僕多分ねバレてんだよな、こいつ多分これ知らねえだろう。まあね、まあバレちゃうよね結構あれね、分かると思うんだよな。僕多分まあバレてんだろうなと思いつつも、ほん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 で聞けそうな一旦話終わった時に、でそういえばこれってどういうことって聞く。あ、それで、ね、分かってなかったから、そう、知ったふりしてたけどみたいな、うん、ちょっとおもろい感じで聞くっていうパターン結構ある。ああ、なるほどね、うんうん、逆になんかもうこれ分かんなかったら、それ何って聞けばいいんじゃないの？いや、なんかね、本来それが正しいんだけど、ね、いや、それが正しいんだけど、なかなかその会話の流れとかを気にしてしまうとね、なんかここでちょっとなんか疑問系を僕が言うのはどうかなとか、なんか考えちゃう。うん、でも最終的にさ、その話がずっと続くわけじゃん、うん、だから最初に聞いといた方が、その後々どんどん聞きづらくなるじゃん。いや、そう、もうね、最後の方わけ分かってないからねでこいつら何の話をしとるってなるからああ、なるほどな。まあ申し訳ないっていう気持ちも含まれてるんだろうね。うん、なんかそうそうそう、なるほどなるほど。いや、その辺はちょっと難しいですね。まあでも結構あるあるだと思うよ、これ。まあこれは会話あるあるだよね、うん、まあね、会社員とかだと余計ね、あるあるだろうってね、そういう、うん、上司のなんか親父ギャグというか、 なんかそういうのになんか付き合わされるみたいな、うん、あるんじゃない、うん、そういうの。まあ
その上司が、ね、なかなかくせ者だったらあるだろうね。あうん、結構なんか一番困るのがそのみんながその、まあ、4,5 人ぐらいで会話してるときにみんながその僕が自分が知らない名前の人を話題にしてるとき結構困らん。まあ困るね、うん、あれ自分以外は全員分かってる。そう、自分以外全員分かってる、僕だけ分かんねえみたいな。ああそういう場面結構多くて。いや多いよ、うん、ああいう時はさみんな どういう顔をしてる。で先に聞くその人のことについて、それか知った感じでああみたいな。あ俺もなんかそれ本当アウェーなとこ行った時とか、例えばなんか飲みの場とかで、うん、ですごい盛り上がってたりするとなんかニコニコしよう。想像できるもんその絵が。ここで あいつね。いやでもねそうするしかないよね、やっぱそれアウェイの場でさ、その知らない人が出てくるともう僕も知ってるぐらいのテンションでさ、なんかもう一緒に笑ってるけどもう内心誰やねんみたいな。なんかもうあのそのなんかねその話してる人たちのそのなんかスタンスで決めるかもしれない。この人たちだったら、まあ、聞いてもなんかそんな嫌がらないっていうかだろうなって思ったらズケズケ聞くけど、まあ、ちょっとなんかあんまりそこまで考えずにただなんか自分が話したくてだったらちょっとそのまま聞いてあげるっていうスタンス。うん、なんかうん、いやたまにだってもうその人の話題いつ終わるんやぐらいさ10分ぐらい喋ってる時たまにあるからさ、うん、あるあれ結構しんどいね、うん、うわマジわかんないしんどいね。うん、わかるな。そういう人を助けたいな。うん、助けたい。これ絶対あるあるだよね。その輪にいたらね、確かにそういう気配りができたらいいかもしれない。いやそうなんだよね、うん、でもたまにその優しい人が隣でいやこういうやつがおってさみたいな、僕にはなんかちょっとあるな、そういう人おるとわこの人やっぱすげえわ、ちょっと リスペクトの気持ちを持てる。なんかでやろうそれ。これ多分やっぱね尊敬されるよねこれ多分。あやろう、そんな男になりたいです。そんな男に。まあでもやっぱ誰でもアウェーなところでこうねどんどん質問ガツガツいくっていうのは気が引けるよね、なんだかんだ。そうだね、そんな気がするね。いやうんうん、みんなそういう経験ありますよ。まあこれはやっぱりねみんな、まあ、生きてく上で生きてく上でやっぱりあると思います。やっぱこういう知ったかぶりじゃないけど、うんうん、会話の流れを崩さないためにやっぱり、うんうんうん、逆にこうあれだよね、なんか視点を変えて、うん、その例えば、まあ、その話に入って喋ることができないんだったらもう聞く側に徹して、えその人ってなんか、うん、ちなみになんか何されてるんですかとか、結構まあ割とその、まあ、失礼のない程度に少しずつこうなんか、うん、こうどんどんこう向こうが話したくなるような質問をちょっと用意してインタビュアーになると、あそう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 、うん、ちょっと聞くプロの立場になって、うん、聞いてみたらなんか逆にいいかもね。そのあえてその環境を利用するとすれば、うん、それはいいかもしれない。確かに。うん、まあ、無理に喋るとなんかボロがやっぱり出ちゃうから。いやそうだよね。アウェイの場でさ、うん、自分を中心で会話をするとさ、やっぱり。だいぶ危険というか、危険だよね。怖いよね、ちょっとなんか怖い怖い怖い。このアウェイの場で僕が会話回しちゃっていいんですかみたいな。あの感じ結構あるね。うん、でクラブハウスとかもたまにそんな空気あるじゃん。ああクラブハウスは。なんかもうモデレーターでめちゃめちゃさ盛り上がってて、その中にスピーカーで入っても、うん、あなんかすいませんみたいな感じになったりするじゃん。それもだから僕最近ちょっとクラブハウス疲れしたもん。もういやいや早えな。なんかもう。もう何ってみたいな。だ僕なんかさ、僕謎にさ、このクラブハウス始まってすぐに立ち上がって、今までずっと続いてる、多分日本で今一番長いって言われてるルームの僕、なんかなぜか僕モデレーターやってんだよ、今。へぇー。なんでやった、ちなみに。ね、いや忘れた、ちょっと待ってよ。なんか、クラブまったり雑談とどうのこうのみたいなルームなんだけど、まあ、別に僕が普段たまに入ってるから、多分。僕のフォローしてれば多分出てくると思うんだけど、うん、そうだから一回さそのモデレーターになっちゃうと、もうそのルーム入った瞬間さ、もういきなりモデレーターにそのスピーカー側に行くのよ、はいはいはい、うん、
だからそのなんか入った瞬間そのスピーカー側に回されるからなんか喋んなきゃダメだ、そう喋んなきゃみたいな、あの空気ちょっと毎回構えちゃうから入るたびに。あー、なるほどね。そうだからちょっとうわ怖いなってなっちゃって、ちょっと最近ねそのルームに入れなくなってるずっとミュートしとくわけにもいかんしね。そう、なんかビビっちゃう。なるほどね。なんかあの俺あんまその入ってないけど、そのなんか聞いた話によるとピカチュウだけの部屋とかあるらしい。ある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 。いやなんかあとね、俺一回入ったのが声真似の部屋で、なんかモノマネ声の真似して、キャラクターのなんか漫画とかアニメのキャラクターのなんかモノマネ、声のモノマネやってる人がなんか集まるみたいな部屋で、ある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 、面白くてたまに入ってたけど。でもピカチュウだけの部屋マジでね、あのあれ頭おかしくなるよ。入った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 。どんなかもうピカピカみたいな感じ。そうそう、みんなピカとかチューって言ってんだけどでもじゃあ基本的にそれなんだけど、たまに飽きた人がなんかお腹空いたでチューとかなんか普通に言葉で喋ってなるほど、ね、それが面白いみたいな。あでも、ね、もう基本的に頭くるあれは、うん、もう いろんなパターンある。なんか穴子さんルームとか、あ、うん、穴子さん、マイメロとかね、なんかちょっと マイメロもやばい。マイメロめっちゃ流行ってるらしい。やばい、これに入る女の子はどんな人生送ってんだって思うもん、いつも。もう相当、ねストレス溜まってんだなって思うもん。なるほどね、うん。クラブハウスで、あ、なるほどね。あ、ピカチュウの、ちょ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 、ボーちゃんの声真似できますっていうコメントも。面白いね。クラブハウスでアマンガス会やってみたい。ああ、いいね。それは面白いかもしれない。最近なんかアマンガスアップデートしてさ、うん、あ、なんかゲームのその、なんていうんだろう、こう、なんかね、アップデートされてて、なんか本当はその、なんていうんだろうな。なんか、いや、やっぱいいや。なんじゃ何何いや、これね、ゲームの説明しようと長くなっちゃうから、いやいや今、ね、いや、そうそう、長くなっちゃうから。最近まだね、なんかアップデート。まあ、ゲームとは相性いいかもね。そうだね。YouTube とかで結構やってる人多いもんね。うん。そうや。クラブハウスね。わあ、でも今、ちょうどマイメロディーの声の部屋あって、今264人入ってる。もうやだ。めちゃくちゃ人気よ。帰ろうか。う全然違う。嵐に行く、ちょっと。ぶっとい声で。おはようみんなーって。誰お前で。はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日のメッセージは以上になります。引き続き私の周りの癖がすごすぎる人の面白いエピソードについての、メッセージ、皆さんからお待ちしておりますので、どしどし送ってください。はい、はい、というわけでもうあっという間にお別れの時間となってしまいました。この YouTube チャンネルのね、登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録と、動画に対しての高評価低評価などなど皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ最後ちょっとコメントを拾って締めていきたいと思いますが、まあ、結構でもなんか最近あれか、そのファンの子もクラブハウスをやってる人がちょこちょこ増えてる感じですよね。うん、確かに。何の部屋とか入ってんだろうね。ああ、どうなんだろう。どんな部屋が面白いですか、皆さん。クラブハウスの。やってんのかな。やってないけど、俺は。にわけ今もやってない？やってないっすね。やってないんだ。ひっそり登録して、ひっそり大会した。いや、またやるかもしれない。それあれ、一回大会しちゃうと、電話番号が1ヶ月使えなくなっちゃう。うん、あ、そうなんだ。今ちょっと。なるほどね。ああ、先週は聞きながらクラブハウスで話してました。まあ、結局、友達と話す方が多いんかな。まあまあ、それが一番楽しいけどね。うん。
でもなんか僕前あのクラブハウスでルームなんかバンドの友達とルーム立ち上げてみんなで喋ってた時に、うん、あのファンの方がねちょいちょい入ってきたんでなんかスピーカーに上げてなんかちょっと喋ったりとかしてたけどね、なんかそういう使い方も面白いなと思って、そういうのおもろいね、うんうんうん、ラフだし、そうそうそう、前ツイッターにも書いたけどなんか島次郎の歌を歌ったら毎回歌わされる流れになって、あ、僕それ聞いたよこの前、え、どこで、あのいやなんかえ俺が歌ってるの聞いたってこと、うん、聞いた聞いた、嘘、あのなんか歌うみたいなルーム結構あるじゃんね、うん、でそれであの僕の友達もそのルーム入ってて、あ、ヤバケンっていう、そうそうそう、即興ソングをやってるやつと陽介くんが同じ部屋入ってて、うん、ちょっと聞いてたら、うん、急に島次郎の歌い出して、おお、これなんかちょっと恥ずかしいなと、聞いてるこっちがちょっと恥ずかしくなっちゃった。でもね、いやでもね、あれね、めちゃくちゃ覚えてもらえるよ。あ、そうなんだ。インパクト強いからか知らんけど。だ結構受けてたよね、なんか。そうそうそう。ちゃんと。だからとりあえず、一回歌っておくと後から覚えてもらえるけど、それを歌わなければいけない流れになるのは辛い。ああ、確かに。印象が残るな。そう、カラオケバーみたいな流れになってる。そうそう、本当そんな感じ。まあでもちょうどね、行けないから最近。まあちょうどいいかなって感じだよね。すごいな。うん。まあまあまあ。あ、なんかセルクロで部屋作って話してくださいって。ああ、これ岩犬がいないですね。そうだ。一人ちょっとハブられてる。一人と退会しちゃったから。ね、そうだね。ズームでいいじゃん。まあ確かに4人で喋るんだったら。でも例えば、あ、そうだ。友達とかが、そうそう、入ってきたらちょっとこっちで喋るよって。確かに。それとかできるのが面白い。それはいいな、確かに。そうそうそう。まあそれはなんか。まあ準備が整ったらやってみてもいいしね、うん、はい、崖の電話番号が復活したらねやりましょうかそれは、はい、誰か、ね、電話番号使わせてくださいじゃなんか不正みたいですね一発でバンされるかもしれないバンよそれ、逆にやばいからいらない電話番号あったら誰かくださいはい、というわけで今日の放送は以上になります。皆さんまた来週月曜日の夜9時にお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。